どうも、トモヤテニスチャンネルのトモヤです。どうも、ユウマです。はい、今回は大阪の、愛川テニスプラザというところに来ております。はい、で、今日はちょっと MJ ではなく、宮崎から大学時代よく組んでました、ユウマ君。はい、はいはい、自己紹介を、はい、お願いします。はい、宮崎県の川野テニスカレッジのテニスコーチをやっておりますユウマです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、彼は、成績、はい、まあ、なんかそうですね、まあ、高校の時は、団体で、まあ、全国ベスト16だったりベスト8という風な感じでした。はい、で最近も、試合に出ていて、はい、ダブルスでは県の大会では優勝をやって、素晴らしい、しております。はい、大学の時もずっと組んでまして、組んでた、はいはい、高校は某鹿児島ですよね。鹿児島 鹿児島の超強豪校に、はい、所属してましたので、はい、今日は優勝を目指して頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ頑張っていきますので、どうぞ。どうぞ。はい、じゃあこの前、後輩と試合出た、はい、大学の時の後輩、それも MJ としてますけども、先輩ですね、はい、ユーマ、はい、はい、ユーマ君って僕めっちゃ言いにくいですね。先輩もだ。そうやったら、友也も言いにくいです。俺らでもずっと組んでたからさ、ユーマ君と。はい、試合していきます。このペアはね、よく僕は草刀で当たります。はい、ユーマ当たったことある？当たったことないっすね。よくでも当たるのはいますよね。うん、はい、これはコートはどんな感じなんですか？カーペットコートで、インドアなカーペットコートになってて、球足は結構速いですね。だから速いからって言ってポジション下げたりとかする人いるんですよ。球遅い、速くなるから、そうっすね、後ろで取りたいとか思うんですけど、逆です。逆でね、むしろ前に入ってください。前に、カーペットインドアで後ろ下がったらもう負けですね。これされたらどうしようもないですよ。前でブロックしていった方がいいかなと。だから相手のボールの力を利用してどんどんプレーしていくのがカーペットコートでの戦い方かなと思いますね。はい、いかにテンポよく、テンポ速くこうババババンと動かすみたいな、じっくりラリーとかできないですもん。うん、無理無理無理。しかもダブルスですよ。うん、でも久々に言ってたけど変わってへんね。たまに、今の僕がおちょっとやな。変わってへんすね。ちょっと生まってるかも。分かる分かる。生まりで強くなってるかも。強くなってるかも、もう戻って。いやいやいや。でもボレー硬くなってた。やっぱり硬さ大事やね。だからこう、気持ちよくこっちが決めるよとか、硬く作ってくれるから、チャンスボールが多かったから、2人ともこうバンバンとか、2人とも硬いやと、なんかのダブルスな、あんまりうまいこと噛み合わへん、バランスいい感じ。でカーペットやから、ボール早く感じひん、インドア、そうですね、カーペットやから、だからもう、ガンガン行きました、この試合は。サーブもガンガン行きましたし、ボレーとかもガンガン詰めて。カーペットってやっぱサーブ力大事ですよね。サーブ早いと有利やな。有利やと思う。なんでボレーうまっ。相手の人うまっ。相手の人うまいっす。ああ、いい動きですね。サーブが深いっていうのが良かったかな。あとはこういうインドアって横絶対こうちょっと狭いじゃないですか。ワイドサーブなんか効きますよね。滑るもんな、ほんでボール自体も滑るし、は結構変化つくし、だからコートとか、天気とかによってプレースタイルとか、自分の打ってるボール変えたりするもんな。雨の日はボール重くなるし、打っても相手追いつかれるし、ちょっと違う攻め方しようかとか。単純に冬とか寒い日はちょっと硬く、ガットとかめっちゃ硬く感じるじゃないですか。ああ、感じる感じる。そういう時も。ダブルスで、なんか、心、なんていうのかな、気をつける点、気をつける
点って言ってもあれやけど、これは絶対かなみたいな。ダブルスでこれは絶対ですか。いやもう単純にサーブリターン、まあまあそうじゃないですか、ね、うん、単純に、うん、まあサーブリターンとかサーブはまあなんかもう自信持って打ってたらいいんですけど、てかなんかまあまあ身長もあるし、サーブにまあ自信を持ってるって感じですけど、まあまあサーブで押していくスタイルなんで、僕はもうサーブは自信持って打ってるんですけど、うん、まあリターンですかね、リターンやっぱ帰らないと、帰らないでっていうか、リターンが帰ってる試合、よくいいとこ帰ってる試合は結構なんか、うん、まあ負けることもありますけど、うん、基本的に勝ってる気がします。わかるわかる、勝率が高いって。なんかサービスゲームよりリターンゲームの方が集中してるかもしれない、うん、サービスゲームはとって、まあ、当たり前ではないけど、うんうん、で逆にこう試合の一発目からグッと集中していきたいんだけど、意外とリターンを選ぶっていうのもありかもしれないですね、ピッチの時に、うん、なかなかこうやって見てたら楽しそうな人だね。楽しそうだね。これかあのダブルスはスピードも大事なんですけど、とりあえず足元入れてください。足元、スピードなくてもいいんで足元入れてください、ね、特にこう平行対平行相手、ね、全員が前行ってる時はそのスピードとかいらないです。浮いてたらから入れますけど、低いボールスピード出そうですよ、絶対ボール浮きますもん、うん、しかも低いボールスピード出したらアウトするもんね、うん、そのままそれはもう丁寧に、丁寧に面だけ合わせて、うん、ゆっくりでもいいから相手のネットより下で取らすっていうことを意識した方が、うん、その次のことを考えたほうがいいですよね。はい、ええ音鳴ってます。あれ全身の全ての力を抜いたんやけど打点が減ったからじゃあめっちゃ飛んでた。サーブでした。サーブやっぱいいっすよね、ユーマサーブだ、これめちゃめちゃ低いボール、今だからもう完全にネットより下で取らされたから、うん、その時点でプレッシャーですよね、浮いてしまうっていう。しかもインドアってああいうボレー来たらもうほんまに余裕ないじゃないですか、うん、だからロブもちょっと上げづらいし、確かに確かに、もう打つしかないっすよ、うん、今のは浮いたんで結構スピードボールでしたもん。ああ今のワイドいいですね、うん、もう相手だってコートの半分相手のね、めっちゃ変化してますね、間ぐらいまで行ったし、うん、ユーマとサブ切り系であんなワイド打っちゃっていい感じになってました。このリターンはもう吹きました、うん、リターンですよ、バックリターンで。ユーマくん、ユーマくんっていうのはちょっとまあユーマさんもユーマさんも身長そんな高くないっすもんね。動画で見てる感じはそんな低く見えないですけど、うん、でもサーブいいっすもんね。そうやね、170ちょっとやったかな、うん、確か体全身使ってる感があります、ね、ある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 。彼もこれです。お、グラビーですか。グラビーいいんですよ、うん、黙って僕が学生の時ずっと一緒に練習してる時も練習してきたあたりからヘッド使ってました。ああ、そうなんや。ずっとヘッドやった、うん、ラジカル使ってましたね。この試合の時力なく中級のミックスダブルスを見てくれてる方がいたんですね、はい、で外でずっと見てもらってて、うん、試合終わって帰ってラケットにサインしてください。おーおーおー、サインないないないとか思って用意してないっすよね。ないないと思って急にじゃあ何しようと思ってマッキーも渡されて、うわーどうしようって書いたのが俺
強気びっくりマーク戦ってきながらと思うやん。僕サイン買ったんですけど、ね、MJ って書くだけ、ね、いいなーそれかっこいいやなんかちょっと僕買いたいだけじゃん、僕ちょっとこうシュシュみたいな、いいなー、トモヤンってむずいっすでもそんな中あの、まあ、結構いいプレーできてた日なんで、うん、よかったかなっていう、そうですね、うん、やっぱちょっと人気になってきて、やっぱ見られるじゃないですか、どこかで。誰かはやっぱ知ってる人も、まあ、あのテニスやってるとこやったら、まあ、まあ言い張るじゃないですか、うんうんうん、負けれないですよね、うんうん、変なことできないですよね、そう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 、えっ、そんなボレー教えてへんかったね、そう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 あれ、ワンのミスしてないみたいな熱い当たりのフォアハンドなってるみたいな、まあではミスするときは残念ですね、残念そうです負けるときは負けます、頑張ってます、はい、そこはあんまりちょっとあのちょっと多めに見てもらって、多めに見てもらって上にはやっぱ上がいますからね、うん、どんな世界でも、でも強い人ってやっぱり硬いし、ね、攻めるとこ攻めてくるしっていうメリハリがすごいよな、なんかでも僕のイメージはダブルスだと、まあ、めっちゃテクニシャンとかいろんなとこをこうドロップとか打ってやる人余裕でこうやる人とかめっちゃうまいと思うんですけど、なんか結局めちゃめちゃ強いのってこうめちゃめちゃ硬くて決めるとこしっかり決めて、うん、あとはもうサーブリターンの確率が良くて、うん、まあ、結構強いっていうイメージなんで、全日本選手権見に行ってもそうですよね、誰も、まあまあ、ドロップとか打ちますけど、うん、こう、なんていうんですかね、ドローンとか、あんまりしないですよ、うん、そんなにがっつり、硬く、うん、勝ちました。